はいどうもカッパ長でさてとじゃあなんか2本目はなんかね、えーまあ、芸能系のニュースなのかそれともなんかどうしようかなってちょっと迷ったんですけどもなんかテレ朝の不祥事の話とかもあったんですけどもねちょっとなんか日本保守党さんでどうでしょうあなたあなたは日本保守党さんをどう捉えられてるかちょっとわかりませんが、まあ、僕はちょっと興味深く見守らせていただいてましたけども まあなんか、うん、まあちょっとなんか、まあこれは保守党さんに限った話じゃないですけどね、あの、令和、山本太郎さんのこの令和とかにもいますけども、ちょっとなんか一部、このね、尖りすぎちゃったこの信者みたいな人たち、ね、うん、ああいう感じではないんですけどもね、うん、まあどうなるかなっていう、まあ興味深く見守らせていただいてはいますが、そのなんかこの百田さん、ね、えー、日本保守党さんのこの代表をやられて、えー、ますけれども、 やめよっかなみたいな。ちょっとなんか弱音吐いちゃったみたいな。<laughs> まあ、どこまで本気かは分かりません。ね。うん。あ、だからまあ、前もってお断りしておきましょう。おそらくなんかもう、細かいことよう知らんくせにね、勝手なこと抜かさなカッパーっていうツッコミが絶対入ると思うんで、明日以降。<laughs> だから先に言っときましょう。ね。 まあ特にこの尖った信者の方たちに、ね、あのお伝えしておきたいんですけども、ね、僕程度の、ね、興味深く見守っている、ね、僕程度の細かいことまではよく知らんぐらいの層を、ね、い、う、わ、ん、ばこの支,持支持する側、支持者に取り込まないと、ね、勝てないわけでしょ、選挙で。ね だからそ,その程度のあんまりよくわからないけどもこの人たちだったらどうなのかな日本のために、ね、日本ちょっとでもよくしてくれる、ね、そういう方向に動いてくれるのかなどうなのかなっていうその程度の人たちを、ね、そのてだってその程度の人たちの方が圧倒的に多いわけだからさ、うん、そういう人たちを味方に取り込んでいかなきゃいけないのに、ねうん、でそういう人たちの,、ね、で要はこの信者、ね、だからもうより、ね、近いところに、ね、いる人たち が、ね、俺らとは違うと。ね、あいつは全然分かってねえと。何、うん、て言うのかな、温度差というか、理解度というか、ね、かそれを、ね、埋めていく方向にあなたたちが動かなきゃいけないのに、ねうん、なんかよく分かんないけどこの尖、尖りすぎちゃった人たちって攻撃していくじゃん。うんね、よく分かってない、よく知らない。だったら知ってもらおう。分かってもらわなきゃいけないのに、ね、知らないから分かってないからって攻撃してどうすんだよって思うんですよ。 だそれじゃあ支持広がっていかないんじゃないんですかっていつも思うんですけどね。うん。ねあれですよ、嘘でたらめこうやって誹謗中傷しているようなアンチとはね、言ってる意味は違いますよ。ねそういうやつは徹底的に潰していいと思いますけど、ね僕は別にそんな話をしてるわけじゃないじゃないですか。うん。で、だからおそらく、ね、そういうツッコミが入ると思うんで、先に言っときますけど、ね。うん。 せいぜい僕程度のあんまよく分かってない奴らの方が圧倒的に多いんだから、その人たちをどうやって味方に取り込むかでしょうん。じゃないと選挙に勝てないじゃないですか。支持拡大していかないじゃないですか。うん。って思うんです。うん。だからちょっとなんかね、その信者の人たちはよく考えた方がいいと思いますよね。うん。ね、せっかくなんかこのね、高い熱量でもって、ね、日本保守でわーってわっしょいわっしょいやってるんだから、足引っ張る方向に動いちゃしょうがないですよね。 盛り立てかないと、どん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 。で、まあ、それはさておきですけども、えーまあ、百田代表がね、ちょっとなんか弱音を吐いちゃったと。<laughs> まあ一応内容を見ていきましょうかね、なんかこの百田さんが言うには、あまあ、代表をやってるとね、自分がね、代表をやってるとこれ以上伸びないんじゃないかと、うん、なんか、党の行く末を心配、ね、考えれば考えるほど、このままでいいのかなっていう。 政党に,に限らずこの企業とかでもそうなんじゃないですか、うんえー、作家で政治団体日本保守党代表の、えー、百田直樹氏が a o k x を更新、まあ、SNS でのポストツイートだからな、まあ、なんかちょっと違う裏の意味があってのあ発信かも分かんないんでちょっと分かんないですけどね、えー、党の代表を退くことを検討していると明かしたと。 田さん曰く、日本保守党代表は私はもう有本さんの方がふさわしいんじゃないかと。戦略眼、対局眼、肝の座り方、人望、どれを取っても私より上だとポスト。同等で事務総長を務めるジャーナリストの有本さんを代表に押したと。<laughs> 仮に全部その通りだったとして、それ最初から分かってたことじゃないんですかうん。 でその裏には、そう思う気持ちがある。最近、わしが代表をやってると、日本の人はこれ以上伸びないんじゃないかと思うようになってきた。わしは余計なこと言うし、アンチも作る。おまけにファンも怒らせたりすることがある。反省するところが多いと。まあ、自己分析した結果、もしこうだとすれば、えそそれすらせずに勘違いしたまま突っ走る、ね、リーダーなんて、の中に山ほどいますからね。うんえー、また最近、わしはあれもその足を引っ張ってばかりの日本がき気がしていますと。 自身をね、るり味たと。ああ、これはなんか反省の気持ちを吐露してるだけだから別にやめないんじゃないですかやめる必要もないと思いますしね。逆にこ,れここでやめちゃうようだったら、それこそ問題だと思いませんうん。別にこれは企業とかでもそうですけど、ねまだ、あ、だって、<laughs> あの <laughs>、出発したばっかでしょ。うん。で、実際選挙でね、あの、なんでしたっけ、あの、地方選挙でほら、1個勝ってたじゃないですか。ねそれ代表が、 まあそうだな、まあ、何をきっかけに具体的にね何をきっかけにそう思った、ね、こういうなんか、まあ、本音なのかどうかもちょっと僕には分かりませんがじゃあ仮に本音を取るしたとして、ね、だからそれはなんかこのきっかけがあったと思うんですよね、じゃあそれが例えば、この間の,あの補欠選挙だとしましょう、あの飯山さんをね、うん、あの立てて、ね、選挙、結果的に、まあ、あの結果にね思い通りの結果に繋がらなかったじゃないですか。 それをなんか、あのー、理由に、まあ、そういうことなこういう弱音を吐いちゃったんだとしたら、ね、僕はあのそもそも反対だと思うそれ、ね、逆うん逆。だってこれからずっと選挙勝ったり負けたりを繰り返して、ね、最終的にはこの、ね、日本保守というぐらいだから、ね、日本さそれこそさっき言ったようにさ、ね、ドイツやイタリアじゃないですけどもね。 いわゆるこのパヨった連中、反日売国勢から見たらこの極って映るような、ね、存在をどん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 でかくしていって、ジャパンファーストを、ね、主軸というか、ね、メインストリームを、ね、作っていく、そういうきっかけ、そういう団体を目指していくんじゃないんですか、日本保守党っていう立ち上げたそもそもが。僕は多分そうなんじゃないのかなと思ってたんですけど、違ったら申し訳ないですけどね。うん だとすれば <laughs>、ねうん、それはいろいろ思うところはあったと思うし、ね、悔しいは悔しいのかもしれないですけども、選挙1個負けたからって、ねうん、それこそなんかこの、例えばこの商売だったら、うん、ちょっとなんかこの企画した、ねうんね、それにこの予算も投じました、ね、当たると思いました、でも滑りました、あ,ありますよ、そんなのは。うん わかんないですよそれが原因、それがきっかけかどうかもあくまでも僕の勝手な想像ですから、ね、もう他になんかもっと根深いなんかそういういねあのご本人たちにしかわからないなんかそういう事情があるのかもしれないですけども、うん、でも、そんなのこのその他大勢僕程度のなんかね、うん、あのレベルの、ね、理解度の,、ね、あのその他大勢からしたらそこまではちょっとわからないから、ね、そこで判断なんかできないんでねぱっと見、もしかしたらそうなんじゃないかな っていうところで言わせていただくと、うん、いや、これからなんじゃないんですかうん、その負ける時もあるでしょう。うん、ね、できれば出だ,出だし、白星の方が、それは良かったに決まってますよ、誰だって。うん。で、えまあ、話戻りますけども、その上で最近、百、え、田、ー、の発言が気に入らんからと、党員辞める人もいるようなので、あ、そうなんだ。えー、マジで代表を退くことを考えています。っていうことを、 言っ,たっつって、この反日クソマスメが言ってるんで、どこまで本当か分かんないですよ。ただ、まあポストしたねこのなんかあ内容を見させていただくと、まあ確かに言ったようなことをね、書かれてはいるんです、実際に、X でね。まあ、でもここで途中下車しちゃうようだったら、それこそなんか、応援してくれてた人、一番のこの近くでねこの事務総長をやられたこの有本さん以下、一般のこの党員の人たちとか、 ね、途中でやめるやつだっていますよ普通に、うん、それいちいち気にしてもしゃあないと思いますけどね気にすんなっていうのもまたちょっと乱暴ですけども、うん、逆になんかここでなんか大まあだよりなんかネガティブな変な噂が飛び交うことになりますよ本当はもっとちゃんとした理由があったとしてもここでやめちゃったら、うん、ね言ってみればだって 主体となって、ね、この始めた物語って言ったらちょっと変な感じかもしれないですけども、うん、それこそ飽きたんじゃねえのとかさねえ、うん、いろいろとなんかあのないことないことを言われちゃいますよね、うん、だからここでやれるとなったらもう相当なんか、うん、逆に問題だと思いますけど、うんまあ、本当にやめるつもりで言ってるのかどうかすら僕には分かりませんがね、うん あるいはなんかほら、あ一般個人で言ったらさ、なんかの、たまにそういう人いるじゃん。ね、なんかいわゆるこのメンヘラみたいな。ね、やめんといてって言われたいだけみたいな。ね、そういうこのかまってちゃんみたいな人って世の中にはいますよね。うん。まあ、今回のこの百田さんの発言がそうだとは言いませんが <laughs>、うん。まあ、なんか、ちょっと、うん、どうなのかなって思います。<laughs> もし本当にやめるつもりだったら、うん、どうなんでしょう。あなたはどう思いますかね。 ということで、今回は以上です。じゃあ。